ございます。はい、おはようございます。本日はアッキーさんのキャンプイベント2日前となっております。前日。あ、前日か。前日です、はい、アッキーさんのイベント初めて。初めてです。アッキーに会うのって結構久々。4年前とか。あれか、サプライズで来てもらったあの動画が最後。大丈夫、マジ緊張してるんですよ。この準備できてないんで。会う機会ないから、もう会えない。この機会を逃さないでほしい。そうですね。今回の参加者が200人以上、数百人もいる中で、アッキーさんの体は1問しかないわけだから、大砲みたいな言い方して大砲みたいな言い方しないでください。最近のアッキーさん行きたい幕末の大砲みたいな感じだからさそんなことこれから群馬県の水上にあるホテルサンバードっていうところに向かっております。パチパチパチ。どうし、最近彼女できた？なんか最近なんかいい感じの女の人いたじゃん。合コンの知り合った女の子とかすごい既読即返事、既読即返事のさ、なんかお互いすごい文字の応酬してたじゃん。いや、そうなんですよ。くそくだらない文字の応酬してたじゃん。あ、でも本当そうですよ。高校生か、お前絵文字みたいのも数をちょっと合わせてキモいな、お前お前そのなりしてこんなことしてんの？その借り上げがそんなラインしてんの？関係なくないですか？関係ない。ベンチャー企業の社長みたいな金出してんじゃん、お前確かにそう残念だったな。あ、まあでも今日アッキーがいるから告白しよう。検討させていただきます。いやいや、まあ、前向きに。そんな後ろ向きだから前の女にも振られたんだよそんな刈り上げなのに後ろ向きはダメだよ刈り上げは前向きじゃないとダメなんだよ男らしくいこう。その髪型で男らしくなかったら何があんだよはい、剛さん初めての群馬ですね。群馬来ました。はい、はい、ということで、ホテルサンバード到着しました。はい、到着しました。ヒーハーいいこれから一緒にキャンプイベントをやるにあたってゲストの人もいっぱいいるんで、剛会ったことないじゃん。そうなんですよ、剛、全く他の人と会ったことないんで、あの俺がちょっと紹介。いや、そう、ぜひ。今日初めて会う人がいっぱいいるんで。一緒にいるわけなんで、あ、さすが、そこに一人いますよ。あそこにゲームのキャラみたいな。あ、 RPG ね。 RPG のなんか見てます。こんにちは。おお。いや、久しぶりです、本当に。これうちの剛なんだけど。うちの剛、あの フリー素材仲間。あ、フリー素材、そうです。初対面。どうですか。いや、もう初めまして。初めまして、剛です。なんか結構似てるよね、剛。確かに、ちょっと漫才できるんじゃないですか剛、はい、さん、今回はシークレットゲスト。あ、そうなの。シークレットゲストになってから。マジで、うん、あれいいのマジで喜ぶみんな、これ。シークレットゲスト、剛です。どうなんですか。そこ喜ぶって言ってこないと。いや、これ喜びますよって。そうそう、だんだんとちょっと髪がちょっと、うん、なんかへたってきた感じがするんですけど。もうへたってるからやりますね。いろいろ準備してたら真っ暗な真っ暗で、はい、未着するか。とりあえず、はい、泊まるところは上にあるんで、はい、まあ、こんな感じで結構中はね、あのテンション広いっすよちょっとはしゃいでいいよ。そうです、ちょっとなんか踊ってこんぐらい行けばいいです。これだね、恥ずかしい。トラブルです。はい、ということでやってまいりました。部屋いっぱい。こちらが私たちのお部屋ですね。入っていきましょう。お邪魔します。おーおー、ちょっとなんか古き良き感じの。おお、ビチ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 、正面だね。正面だよ、ちゃんとね。分かったかも、ちょっと甘いな。あ、ちゃんと。こんちゃー、仕事です。どういうこと。まあ、とりあえず明日、頑張ろうな。どういう感じなのか全く読めないですけど。アッキーさんはいつ頃、明日。アッキーさんはとりあえず、明日のイベント当日に来るっぽいから。久しぶりのもご対面。向こうが覚えてるかどうかぐらい。いや、覚えてないわ。忘れてるとしたら、それはもう若年性アルツハイマーだわ。こんな剛のね、思いを無限になんかしねえからって言って、かっこいいからな。そんなやめなさいよ。え、アッキーさん、緊張する？緊張してますよ。鬼出しで緊張してる。ずっと会いたいって言ったもんな。ようやく会えます。よかったわ。でも、アッキーさん、なんて言葉伝えたい？好きですとか言って。ファンとして好きですって。そう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 。うん。ブロックしたお前キスしてほしいのか。いやいやいやお前チューしてほしいのか。お前ちょっとキスを考えたことだろ。あわうくば、もうマジパンから怒られるから本当。明日だと何したい。明日になったら、はい、はい、どうぞ。お疲れ。
お疲れ様です。本物だ。久しぶりっすね。久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶり。明日はここに来るっていうふうに聞いてて、明日会えるの楽しみですねみたいな話をしてたところ先に気づち聞いてないっすよ。ちょっとやだ。やだ。やだ。あ、どうぞ、アキさん、ちょっといい、どうぞ、はい。あ、いいの、そう。あ、うん、うん。で、少し、もうちょっと、こっち側に。ここですね。あ、何これ。あ、いいんだ。そうそう、正座でした。あ、違う。正座して。違う。違う。気踊りが。気踊りが半端ねえな。え、お手伝いですか？お手伝いですね。お手伝いで。じゃあ、よろしくお願いします。はい、もう、はい、もう、身を粉にして働きます。はい。はい。まだまだちょっとあんま 目見て話せない。お前せみてえな。今んとこまだ一回見てない。いやちゃんと見な、ちゃんと。ちゃんと見て、ほら。ちゃんと見て。もっと近づいて、なんで離れんだよ。なんで離れんだよ。いやいや、離れた方がいいっすよ。せっかく来たんだから。危ない危ない。ファンに やられる俺。大丈夫だよ。ファッキーのファンみんな優しいんだから。過激な人はもう一人もいないから大丈夫。いつもなんか正反対のこと言ってる。大丈夫だよ。じゃあなんか質問。うん。あ、俺が質問するんですね。俺が質問するんですね。ちょっと待って、ツボ入りそう。これやんないですか、今日。つよしです、みたいな。あ、どうや？おい、おい、おい。見てるんだよ、つよし。いや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 。お前見られてんだからな。いやいやいや、ほんと。じゃあ本気で。ちょっと本気でやらせていただきます。いきますよ。いきますよ。大丈夫か。つよしです。おー、スタンディングオベーションですよ、皆さん。もっと声張ってたけどね、前は。いやいや、そんなのもう。足りないんじゃないですか。ちょっとまだ、ほら、アッキーさんもそう言ってんだから。あ、動画で見たのとちょっと違うな。あ、インパクトが。そう。つよしね、元気そうで、そうですね、良かったですね、うん、どんどん跳ねてくるどんどん下がってたのどんどん下がってたの気づいたらちょっとずつ下がってたすごい、あと動くんですよ足下ろして、足、まず足下ろしなよ足下ろして、なんか失礼だよ、そんなあぐらかいたのああ、そう、確かに、確かにそう、うん、失礼しますねえ、寝ないですね。もうそれせっかくだから、ちょっとアッキーさんの隣に座んなよ。いやいや、いいんですか。いいんですか。別に全然いいですよ。いいですよ。全然大丈夫。せっかくだから、隣に座っちゃいな。うん。2人分ぐらいで。アッキーさんの枕つぶれ。俺の枕つぶれよ。普通もうちょっとこっちでしょ。さっきより離れてるけどね。離れてますね。実際これこっちより離れてる。あ、いやいや、逆に緊張してくるだけやろ、緊張して。じりじりと近づいてる。なんか言いたいことあるでしょ、なんか。はい、なんか言いたいことあるでしょ。いやいやいや、そんな。なんか回れんだよ。いやいや、ダメでしょ。ダメでしょ。なんでも言ってください。これはもうファンなの。もうちょっと近づけないよ。もう、拳5分ぐらいにしときたいでしょ。触んなきゃ大丈夫か、触んなきゃ。触んなきゃ大丈夫。お腹痛い、お腹痛い。やべえ、マジでやべえわ、これ。これやばいっすよ。伝わるから、これ。伝わる？皆さん、伝わりますこれ。緊張が。おもろいわ。緊張が伝わる？どうしよう。動画見てて面白いのね。いや。とりあえず、なんか言いたいことあるな、ちょっとね。いや、そうですね。だから、ファン。うわ、マジで出てこない、これ。こういうのって。マジで組まれて出てこないですね。うちファンとしてとても好きです。ありがとうございます。よし、言えたぞ。チャイナとかあるんだよね。お店の時全然そんな感じ。店員っていうピーターが、そうなんですよ。それなくなっちゃったんで。今もう一人の男の人。一人の男。剛ちょっと最後アッキーさんにちょっとあれ見したいちょっと。いやいや、本当にやらないです。イベント当日の朝です。とりあえずこれから、イベントの会場の設営とかいろいろやっていきたいと思います。おお、
やあ。あそこに総太郎さんがいますよ、総太郎さん。はじめましてです。はじめましてね。須藤恭一さんです。須藤恭一さん。はい。須藤恭一さん。須藤恭一さん。はい、ということでこれから、カレーコンテストが始まります。今日参加者は全員ランダムに配置されて、まあ、6人ぐらいのグループに分けてカレーコンテストをやるんですけども、知らない人同士でカレー作るんでね、結構皆さん最初緊張する感じなんですけども、知らない人同士でも途中からもう最後にはもう仲良くなって終わろうっていう、ね、そういうコンセプトの、イベントなんで、一応僕もそれに混ざって、いろいろやっていきたいと思います。はい、というわけで、これから、強しとカレーコンテストに参加したいと思います。カレーコンテストも始まってるっぽいんで、まあ、急いで行こうと思います。イエイ、カレー食べる。強し、はい、皆さん強しです。今日は皆さん楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ皆さん、強し。ありがとうございます。最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、カレーコンテストこのグループで戦おうと思います。ぶっ飛ぶぞ、ぶっ飛ぶぞ。やってやります、まあ、やったろ。やってやります。タマネルをゲットしました。これをカレーの中にぶち込んで参加者の記者を全部もう絞り出しておこう。これもちろん全部入れます。全部ですよね。全部です。他のチーム全部ぶっ飛ぶぞ。おーい。火起こは総太郎さんにやってもらってました。頑張って総太郎さん。早いチートつけちゃった。チートつけちゃったよ。完璧ですね。これちょっと待っといてもらえます。これでもう我らの勝利、もう目前ですよ。これいいペースです今の。そうですね、うん、どうします。一品やりますか。一品にいっちゃいます。おー、美味しそう。これ全部いく。これ隠してないですね。これこれうまいぞ。いただきます。やばこれ辛っ。辛いんだっけ。うわっ、美味しい。どう。でもこれくらい美味しい。美味しくね。今までで一番美味しい。いいですか、食べて。あ、僕やってみます。すみません。いい。なんか色やばくない、これ。やばくない、やばくない。いただきます。うまい、うまい。あれ、うわ、辛みの中にうまみわかんないから。食べたんだよ、俺。食べな。食べたんや、俺は。はい。アッキーさんに話してもらえるの。いいんですか。いいな、おじさんがいいなって。お前さ、親衛隊がいいなって。お前、親衛隊言うの。なんか違う。美味しいね。何か美味しい。アッキーに垂らしてもらったらうまいわ。かわいい。かわいい。かわいいね。あ、かわいい。かわいい。お手。おお。かわいいな、お前は。かわいい。おお。優勝チームはアイグループでーす。おめでとうございます。いくぞ。舌を数えて進めばいい。数えて休めばいい。数えて考えない。マイペースで進めればいい。ありがとう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 。はい、ビンゴをやります。これから当たったらアッキーさんの豪華な景品がもらえます。これ
はい、そんな感じで、イベント1日目終わりました。こんな感じで皆さん撤収しております。どうでした今日1日は。楽しかったじゃん。だって雨降らなかったね。こういうイベントが続くといいね、やっぱりね。ご写真飯ステッカー当たった時だけシーンとなったのはちょっとショックだった。あ、そうなの？ビンゴ大会でさ。あ、そうなんだ。ご写真飯ステッカーでシーンだったもん。とりあえず今日1日は終わりです。はい、じゃあおやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、こちら、つよしと泊まるホテルですね。和室ですね。はい、こんな感じで歩いていって、あそこに強いしとこれ、はい、はい、だいぶ酔っ払ったね。おごってもらっちゃってもお部屋の外にあのまさかの風呂があるっていうね。はい、はい、そんな感じで、今日はね、あの、総太郎さんと一緒に、お風呂に入ると思います。はい、じゃあ今日はこれから裸の付き合いをしましょう。やりますね。めっちゃ楽しかったですよ。ね、よかったな、はい、イベント。いやー、とりあえずもうあとはもう帰るだけだ。もう参加者の皆さんがもう帰ったんでね。そうですね、うん、もう。あ、おい、ちょっと、一回トイレ行ってくるから。トイレだけ先がして、はい。すぐ戻る。あの、はい、1分で戻ってくる。あ、わかりました。あ、こんにちは。あ、ちょ、こんにちは。アッキーさん。アッキーさんが。あったかい。アッキーさんが。あの車の助手席に乗ってますよ。いや、あの、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません。イベントどうでした？あ、いや、めっちゃ楽しかったです。楽しかったですか？めちゃめちゃ楽しかったです。本当ですか？なんか友達もできたりして。あ、友達できた。友達できて、めちゃめちゃ楽しくて、キャンプ、天気も良かったんで。あ、本当？そうなんですよ、一日。良かったですよね。一日、はい、はい。そうですね。強しのおかげじゃん。いやいやいや、何言ってるんですか。こんなやめてくださいよ。な。あったかい。いや、じゃあ、すいません、暑いですね。いや、あったかい、あったかい。暑くなってきました。ちょうどいいです。あ、本当ですか。お金貸して。ありがとうございます。最高です。